今回はこちら群馬県安中市宝源の釜飯本店荻野屋横川本店を紹介します。この車ってなんだっけ？これはあの人気アニメイニシャル D をモデルにした車だそうです。ちなみにこちらは今回紹介する本店の下にある別店です。今回紹介するのはこちらの駅のすぐ目の前にある横川本店です。さあいつものよろしく。はい、こちらでございます。早速中行きましょうね。リノベーションして店内は新しくなっていました。昔からある建物をそのまま使うっていうのはやっぱりいいですよね。昔のものを生かしつつ今時のものを取り入れるっていう発想もまた素敵ですね。モダンな感じがすごくいい雰囲気でしたね。メニュー表もねすごいシンプルだったよね。こちらがここのお店のメニュー表です。はい、シンプルに釜飯。お茶が釜飯には合うのかな。まずお茶っ子でも飲まい。はいはい、お茶を飲みながら待っていると来ました。こちらが王道の峠の釜飯です。これこれ、このさ 釜飯のあの陶器の食器がね、あ、何食器がどうしたの？これが特徴的だと思いますよ。それが釜飯だもん。釜飯じゃなかったら何だ。あ、そっか。ちなみにこちらの釜飯食べ終わった後持ち帰ることもできるとのことです。お土産にとてもいいですね。そう、これ何、お手拭き。かわいい、ちっちゃいの。ちゃんと横川駅荻野屋という文字が書いてあります。それでは早速開けていきましょう。開封の儀よろしく。さあ行きましょう。オープン。わー、もう駅弁にしてほしい。え、てか駅弁だよ。あ、まだまだやんな。何がいただきます。さあ何から食べる。この鶏肉かな。そうだよね、鶏肉どうだったの。おいしい。これは、これは椎茸、しみしみだったよ。そしてこのちっちゃいのなんだろう。これは漬物ですね。小さい量にたくさんの種類の漬物が入っていたね。そうだね、食感が違ってまた楽しいよね。これで大満足だね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ぜひ皆さんも行ってみてください。持って帰ろ。 H&K チャンネル、次回のとこはこちら。以前に妻が一人で行ってきたお店、今度は二人で一緒だね。そう、ずっと連れてきたかったって言われて、このお店でなんかパズルしました。お茶しましょう。お楽しみに。